皆さんこんにちは。今年も残すところ数ヶ月になってしまいましたが、私は未だ自分に合った手帳スタイルを模索中です。前回の動画で私は計画、記録、振り返りの反復作業を時間軸のバーチカルレイアウトを使って行っていくと説明しましたが、計画との誤差が開きすぎて振り返りと修正をするのがだんだんとしんどくなっていってしまったんですね。また9月は母の手術もあって精神的に割とチャレンジングな月でした。そこで今回はその原因を探って10月に向けてどう改善していくことにしたのかを皆さんに紹介していきたいと思います。手帳がなかなかうまく使えない時って、手帳の作りやレイアウトを理由にして他の手帳に目移りしてしまいがちだと思うんですけど、私の場合自分の性格に起因していることが多いように感じます。具体的に言うと、気分転換や気持ちの切り替えが下手な一点集中型タイプなので、一つのことにつまずくとこうドミノ倒しのように全てがうまくいかなくなってしまうんですね。でうまくいかなくなり始めると、今度は雑念がこう出てきて集中することすら難しくなって、まあ、結果自信の喪失とかモチベーションの低下につながっていくという悪循環に陥ってしまうわけです。でさすがにこれじゃまずいと思い、改善策をいろいろと考えて手帳の使い方を次のような形で工夫することにしました。まず頭の中の雑念、気にかかっていることをバーッと書き出します。そして3つのカテゴリーに分類していきます。価値を喪失するもの、やらないと今は困らないけど将来自分が困るもの、そしてやらないと生産性が停滞していくもの、この3つになります。でここで一番優先すべき重要なものは価値の喪失になります。価値の喪失というと大げさに聞こえるかもしれませんが、まあ、単純にやりがいだったり充実感、自分の人生を有意義なものにしてくれるようなことを指します。でこの価値の喪失を基軸にして1週間の目標や予定を立てていきます。今週私が設定した価値の喪失は博論の研究と YouTube の動画作成です。今やらないと将来困ることになりそうなものは職探しと定期的な運動にしました。次に1週間の目標を設定していくんですが、目標が何個もあると私は頭が混乱してしまうので、価値の喪失の中で最も重要なものに絞って設定しました。目標を設定する上で私が気をつけたことは、できるだけ具体的な数字でシンプルに表すということです。例えば私は研究時間を1週間で25時間、1日少なくとも3時間という目標を立てました。このように具体的な数字にすることで言い訳をする余地をなくすことができ、結果楽に努力することができるんじゃないかと考えました。ちなみに私が今右下に作成しているのは前回の動画でちょろっとお話ししたタイムプロット表になります。1列を1日に見立てて1ブロックを1時間として、それぞれのタスク、プロジェクトにかける時間を書き込んでいきます。最後にやらないと生産性が停滞するタスクについて説明します。このタイプのタスクは掃除、洗濯、部屋の片付けなど整理整頓系のものが多く、定期的に行う必要のあるものです。なのでこのタイプのタスクを行う時間をあらかじめ決めて、ウィークリーの時間軸の中にチェックボックスの形で書いておくことにしました。具体的にはまず朝は必ず1時間その日1日の流れをスムーズにしてくれるような整理整頓系のタスクを入れるようにします。例えばメールの返信をしないといけない日は朝メールボックスのフォルダを整理するといった具合です。そして夜は研究の生産性を下げないようなもの、例えば机をきれいにするとかプリント類を片付けておくといった整理整頓をチェックボックスの形で書き込みます。こうすることで朝気持ちよく作業に入ることができます。以上が9月の反省をもとに修正した私の手帳の使い方になります。1週間の目標や予定の立て方を工夫して全体的なバランス、リズムを崩さずに生産性を維持していけるよう頑張りたいと思います。また11月にこの改善策がうまくいったかどうか
プランウィズミーなどの形で報告できたらと考えています。